ガスサンチドリは、卵化連れ詐欺層属の地性の多年層。ヤマチドリを基本種とする変種。茎の高さは20から30センチメートルになり、時に40センチメートルに達することもある。葉は、普通3から5個が互生する。一番下の葉が大きく、葉心は、卵形から広大型で、長さ5から7センチメートル。その上部の葉は、次第に小さくなるが、 臨変状とはならない牡蠣は7から8月。花は黄緑色から炭鉱緑色で10個前後が相乗果女につく。花柄脂肪の基部に養生のツトがつき、皮身型で普通毛より長い。側花弁は背学辺と兜を作るか背学辺とわずかに離れる。新弁は長さ3から4ミリメートル。今日は 肉質で太く短く、長さ2.5から4ミリメートルで楕円体になり、基部がくびれる。独立種とされたこともある。日本固有種。北海道、本州の中部地方以北に分布し、日本海側の鉱山の林園や草原に生育する。本種のタイプ標本は、山形県合算で採集されたもの。種照明竹大は、日本の鉱山植物の研究者である。 武田久義への懸命。アシュ名、サブスプ、ウゼネンシスは、タイプ標本が採集されたガスさんが所在する、ウゼンさんのノイミ。絶滅危惧アイビールイ。ありがとうございます。